長崎は今後の行方を占う大事な初戦を迎えました。新たなライバルたちとの戦いが始まります。この時間はパリ・サンジェルマン対ヴィファーレン長崎、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはイーフトボールスタジアムで行われます。天候ですが今夜の天気は晴れの模様。いいコンディションの中今日のマッチを迎える両陣営です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。パリ・サンジェルマン対ヴィファーレン長崎、サイドを紹介です。左から右にパリ・サンジェルマン、反対側右のエンドからが長崎。この試合パトリック・ビエラが出場しています。北澤さん、彼は本当に素晴らしいミッドフィルダーですよね。はい、特にディフェンスに注目ですよね。彼が攻撃の目を潰してくれますから守備がぐっと安定しますよね。そうですね、彼は長い手足を生かしたダイナミックなディフェンスが特徴です。そうですね、普通の選手とは間合いが違いますからね、はい、取れるはずのないタイミングでボールを奪われてしまいますよね。なるほど、彼の卓越したディフェンスからは目が離せません。いやー、もうギリギリのクリアって感じですよね。セリン・サリュー、裏を狙う、さあブンデリゲシュート、これは合いません。もう一度クリアです。スペースに出す、カフーからムバッペ、スペースを狙った、グーティーからカフー、ここはディフェンスの対応。フレンキー・デヨング、果敢な飛び出しでしたね。いや、良かったですよね。タイミングはバッチリでしたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。長崎は前半ここまでまだこれといったシーンはありません。ここで受けて、球際積極的にチャレンジしますよね。いや、少しいい形になりかけたんですけどもね。さあムバッペ、さあこのセカンドボール、ここはつながりません。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。さあ打てるか、シュート、いやー、先制長崎、パリ・サンジェルマン相手に先制。素晴らしいゴール、一瞬のチャンスをしっかりものにしました。そうですね、パスのもらい方も良かったですし、その前のポジショニングもいい位置にいましたよね。ほんと一瞬の判断なんですけど、出し手と受け手のイメージの共有から生まれたゴールですよね。長崎先制ゴール、シュート、決まった、落ち着いた、パリ・サンジェルマン待たせる同点です。北澤さん、これは、いや、すごいな、動きのある展開になりましたよね。これでまた分からなくなりましたよね。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。直接拾いたい、米田、彼のオーバーラップは大きな武器になります。フレンキー・デヨング、はい、開いた、デヨング、シュート、勝ち越し、パリ・サンジェルマン、ゲームをひっくり返します。今のゴール、フリーで受けてからの冷静なシュートでした。そうですね、ラストパスの質が非常に高かったですよね。受け手の方も相手の位置を確認して冷静にゴールに流し込みましたよね。一瞬の判断でしたけど、お互いのシュートの意識の高さが生んだゴールでしたね。
さあパリサンジェルマン1点をリードしてリスタート。いや非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。中村からのパスはディフェンスが対応。パリサンジェルマンカウンターを仕掛けていきます。ここは対応します。リュディガー、ここはカットします。このボール奪いに行きます。グアンマへ、バストーニ、奪ってからデヨング、サラーからルンメニゲ、セリンサリュ、いやこれはカウンターのチャンスですね。長崎がこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくても攻めていい形を作って後半につなげていきたいでしょうね。カフー、さあつながるか。これはつながりません。マテウス、加藤へスルーパスを出す。スルーパスを狙う。グーティーからルンメニゲ、来たチャンスだ。奪い返します。阿部、クワンマ、セリンサリオ、クワンマから左へ抜けてくる。ディフェンスをものともしません。中村へパスをつなぎます。このパス回し裏へ届くか。いいボールだ。ディフェンスこれを読んでいた。ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。差はワンゴール。さあまずは最初の45分を終えました。前半からすごい試合展開になりましたね。いや試合の流れって恐ろしいですよね。このまま追加点が生まれるのか、また再逆転あるのか、試合後半も非常に楽しみですね。パリサンジェルマン対ヴィファーレン長崎、では引き続き試合をお楽しみください。後半です。長崎としてはまだ時間ありますからね、はい、ボールをしっかりキープして流れを引き寄せたいですよね。そうですね。守備陣クリアの対応です。リュディガー裏へのスルーパス、インターセプト、このボールはカットされます。スペースを狙う。阿部裏を狙う、シュート、オフサイドですか。阿部裏を狙っていきます。ボールがつながると呼んでいた。ビエラスルーパス、さあルンメニゲ抜けてくる。危ないシーンでしたがここは大きくクリアと、これはつながりません。阿部、パリ・サンジェルマンとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、うん、攻めに集中してスタミナ消費を抑えてるんですよね。なるほど、そうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうか。そうですね、守備の際に前線の選手が相手を追わなくなると、うん、味方のディフェンダーは高い位置からパスコースを限定しづらくなりますからね。まあその分カウンターでの威力は驚異的ですよね、うん、こぼれてる、
長崎としてはこの形を続けていきたいですよね。いい攻撃できてますからね。はい、自分たちに流れを引き寄せたいところですよね。中村、ビエラ、これはファールです。両チームともメンバー交代があるようです。縦のボールを入れてきますが、これは合いません。スペースいいボール出たんですけどね。スペースへ、サーチェス、澤田から右へ、ロングボールで展開、バウド、流れを止めます。さあ左サイドへ、セリンサリュ、澤田へ、澤田から右サイド、素早いパスで攻め上がっていきます。スペースを使う、いいボール入りますよ。裏のスペースを狙う、これは合いません。米田、早いですねプレスが。裏へのスルーパス、バストーニからルンメニゲ、スルーパスを出す、ここで収まる、抜けてくる、ヘディング、これはもったいない場面でした。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。長崎、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいでしょうね。シュート決まった、追いついた長崎、再び同点。澤田、ドリブルからのシュート、これは完璧でしたね。そうですね、普通はちょっと焦りそうな気もしますけどもね、ドリブルでしっかり持ち込んで落ち着いて決めましたよね。今日のゲーム見どころ満載です。このゴールでさらに面白くなってきました。精神的には追いついた側の方が若干有利でしょうかね、はい、まあどちらにしても体力的にはきつい時間帯なんで、あとはもう気持ちですよね、はい、スペースに出す、どうだ、裏を狙う、インターセプト、危ないシーンでしたがここはしっかりクリア。裏へ出るか、スペースを狙う、長崎はあわやというシーンでしたがここはしのぎます。Changement pour le Paris Saint-Germain.
両チーム同じタイミングで動いてきます。サラーへスペースに出す。さあフラッグは上がっていません。アウトまで来た。すごい。これは見事なゴール決まった。いやこれは素晴らしい。いやすごい。頭で見事に流し込んできました。いやいいヘディングでしたね。ボールに対してタイミング合わせてしっかり決めてきましたよね。ルンメニゲ今日2点目のゴールです。各チーム勝利を目指し熱き戦いが繰り広げられています。今日のゲームではどんなドラマが生まれるのでしょうか。この時間はフランス対ヴィファーレン長崎、こちらをご覧いただきます。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表のアントメダ。ゴールフランス。いきなりの先制ゴール。早速来ましたね。
得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。さあフランス、この時間に先制に成功です。しかしいいゲームの入りになりましたよね、はい、これで自分たちのペースに持っていけますよね。大きなゴールでした。逆に取られた方はこの後どう出てくるのか注目ですよね。なるほど、これはファールの判定。速い選手に対してペナで寄せていくと危険ですからね。さあフリーキック、ちょっと角度がないというところ。まだある、バウド、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。シュート、ドポスト、ここはポストに救われます。これはギリギリじゃないですか。これパスでつないで攻め込んでいきます。右サイドへ振って、これは積極的なチェック。倒されます。これはペナルティーエリア内。いやー、やってしまいましたね。いやー、これで分からなくなりましたよ。同点のチャンスです。決めた、これで追いつきます。ここは確実に決めてきました。真ん中行きましたよね。思い切って行きましたね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。失点した後なんですけどもね、よく気持ち切り替えて取り返しましたよね、はい、チームの強さを見せましたよね。ボール入るか。いや、少しいい形になりかけたんですけどもね。このボールはカットされます。山田、セリンサリン、組み立てながら攻め上がっていく。スペースに出す、ムバッペが受ける。このボールをカットします。原田、大きく前線へ、インターセプトを狙う。不安前のボール、米田、秋野からのパス、ここはつながりません。山田、素早いパスで攻め上がっていきます。スルーパスを出す、フォーデンからムバッペ、ムバッペからチャナティップ、チャンスきた、コース空いた。これはいい守備です。裏を狙っていきます。シュート、勝ち越し、フランス。見事なラストパスからのこのゴール。そうですね、こういうチャンスシーンは試合で何回も作れるものではないですけどもね、見事な流れでしたよね。お互いのゴールへの意識が生んだ1点ですよね。さあフランス、ここでリードを奪いました。ワンマから右へ抜けた、フリーで受けた、シュート、パスを受けてシュート、しかし決まりません。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。このファーストハーフ、最初のコーナーキックは長崎、ワンマ、ここは必死の守備を見せます。そうですね、コースを塞ぐいい守備ですよね。長崎は2本目のコーナーキック、フランスはまだコーナーキックがありません。奪います。さあ左へ預けて、ディフェンス、これを読んでいた。危ないシーンでしたがここはしっかりクリア。ここは通しません。ロドリ、
フォーデン、サイドを使う、シュート止める、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。長崎、なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。長崎がこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもリスクを犯さない程度にいい形を作って後半につなげたいですよね。このボール奪いに行きます。バウド、パスの交換、トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。加藤、ロドリ、奪いに行きます。フォーデン、今日ワンアシストです。くしびきから大きく前へ、阿部、これは合いません。スペースへ、バウド、このボールに危ない、ここはつながりません。加藤、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。細かいパス回し、ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。差はワンゴール。しかし北澤さん、ゴールシーンが目白押しとなった前半、激しかったですね。次の1点がどちらに動くのかで違ってきますよね。長崎としてはちょっと守りに不安がありますけど、それをカバーするだけの攻撃力は持ってますから、後半もまだまだ期待できますよ。フランス対ビファーレン長崎、それでは引き続きゲームをお楽しみください。後半見ていきましょう。長崎としてはまだ1点のビハインドなので、慌てなくてもいいですよね。この立ち上がりでしっかり自分たちのペースをつかみたいですよね。はい、そうですね。加藤、ちょっと伸びてしまいました。加藤からの前線へのパス、ワンマとのコンビネーションを狙っていたんですが追いつけませんでした。このボールをカットします。パスでつないで攻め込んでいきます。スルーパス、フワンマ、フワンマ、ドンナルンマ、いやー、よく止めましたよね。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。決定機を阻止しました。中村、ヒルフォーデンへカットに行きます。阿部と、これはつながりません。この位置で受ける、フォーデンが受ける、裏のスペースを狙う、秋野、大きくサイドチェンジ、いや、逆サイドよく見えてますよね。こういう展開を繰り返すことでミドルからアタッキングサード中央に対してスペースを作りやすくなる役割がありますからね。さあつながるか、これは合いません。裏へ届くか、おっと、スペースを使う、このパスが抜ける、起きましたよ。ここでファールがありました。直接狙うにはちょっと遠いか、と枠に当たる、
これ仕掛けるか、どうだ、シュート、キーパー止めた、セカンド拾えるか、シュート、うおー、マルキーニョス奪いに行きます。今の攻撃良かったですよね。形は作れているので、これを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。はい、相手にプレッシャーをかけていきたいところです。加藤、インターセプトを狙う、ここで収まる、ここは笛が鳴ります。おっと、早いリスタート、テナティップ、フランスカウンターを仕掛けていきます。グバラツヘリア、絶好の位置で受ける、これは奪い返します。ここはつながりません。前線が長いボール、マルキーニョス、このボールをカットします。パス、これは合いません。マルキーニョス、一呼吸を置きます。シュート、原田、いやー、今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。これは素晴らしい反応でしたね。決定機でしたが、簡単にゴールを割らせません。中村、多彩なキックの持ち主です。まあ、いいボール入れますけどね。守備陣クリアの対応です。フランスとしてはデブライネ、北澤さん、いいシュートでしたね。これを止めたのは大きいですよね。残り時間を考えると、決められていたら厳しい状況でしたからね。奪われると危険な位置、中心ファウルを取りました。いけるか、ここは対応します。スペースへ、さあシュートレンジだ。スピード上がってきますよ。このボール奪いに行きます。流れを止めます。ここは繋がりません。スペースにいいボール出たんですけどね。スペースに出す、素早いパスで攻め上がっていきます。さあ左サイドへ、勝負のシーン、おっと浮き球を使う、スルーパスを狙う、これは合いません。長崎としては残り時間なくなってきましたからね。素早くボールを奪ってシュートまで持ってきたいですよね。デブライネ、ドリブルで上がる、増山、ロドリ、カットに行きます。ダニーロ、ここは繋がりません。中村から左サイド、ダニーロ、このディフェンス、セリンサリュ、さあ右へ預けて、澤田、ここで笛です。2対1、長崎、このゲームあと1点というところで敗れてしまいました。北澤さん、試合の総括をお願いします。長崎としては真ん中から崩されてましたし、やはりこういかにボールにアプローチをしていくか、限定をして追い込んでいくかということをしていかないと今後も難しいでしょうね。はい、ありがとうございます。
さあ、そろそろお別れの時間です。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。長崎が2対1と接戦をものにすることができませんでした。
気の許せない戦いが続くこのコンペティション。歓喜の瞬間を目指して選手、サポーター一丸となってこの戦いに臨みます。この時間はビファーレン長崎対パリサンジェルマン、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの舞台はオールドトラフォード。1910年に設立され、100年以上の歴史を誇しシュート、自らドリブルで切り込んでのシュートでした。まあ彼にボールを持たれてしまったらシュートまで行かれてしまいますよね。多少のリスクは覚悟して人数かけていった方がいいと思うんですけどもね。長崎頭防ぐ、いやーよく止めましたよね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。大きなピンチでしたがチームを救いました。クリアです。長崎はここクリアで難を逃れます。北澤さん、今日の注目はもちろんジーコですよね。いや楽しみですよね。まあレベルが違いますから、はい、パス、ドリブル、シュート、どれを取ってもトップレベルですよね。フリーキックもありますからね。そうですね、そのテクニックと戦術眼で数多くの選手に影響を与えたスターですよね。攻撃的なポジションならどこでもできますし、ね、運動量も豊富で間違いなくチームの中心ですよね。はい、ブラジルサッカーを語る上では欠かせない偉大な選手ジーコ、今日はどんな華麗なプレーを見せてくれるのでしょうか。スルーパスを出す山田、加藤、今日の立ち上がりなんですが、両チーム、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ、今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだ分からないですけどもね。序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めてほしいですね。ここでマッチアップ、ここでファールがありました。うわー、ゴール素晴らしい、素晴らしいキック直接決めてきました。まさかあの距離から直接狙ってくるとは思いませんでしたけどもね。しかもそれを決めてしまうというね、いやこれはもう本当に見事としか言えませんね。パリ・サンジェルマン先制ゴールが決まりました。1対0、これで主導権を握れますからね。あとのゲームプランもかけやすくなりますし、チームにとっても大きな一点ですよね。そうですね。名倉、ここはつながりません。秋野、長崎としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんても作りやすくなりますからね。裏を狙っていきます。おー、いい形じゃないですか。長崎ボールです。山田、クロスを選択、このボールには合いません。ナチョ・フェルナンデス、ジーコへ、グティ、ミドル、うおーゴール、これを決めてきた。立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。思い切り振り抜いて打ったボール、ゴールネットに突き刺さりました。いや振り抜きましたね。これ本人も気持ちよかったでしょうね。グティ、今日2点目のゴールです。さあパリ・サンジェルマン、得点を重ね2対0という展開。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですよね。もう1点いけますかね。このマッチアップどうなる。バウロ、このボールをカットします。加藤、
素早いパスで攻め上がっていきます。さあ右へ預けて名倉から加藤、裏へ出るか。さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。いいでしょう、ポジション切り替え。プーニャからネイマール、バウド、これはなかなかこじ開けられない。アキノ、長崎がこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくても攻めていい形を作って後半につなげていきたいでしょうね。スペースを使う、いいボールでしょう。インターセプト、おっとこれはカウンターいきますね。ジー、今日の試合でアシストを記録しています。プーニャへのボール、ここは守備の対応。あー、ここは取らないですか、レブリー。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。来たか、コース空いた、これはチャンスだ、シュート。パリ・サンジェルマン、カウンターを仕掛けます。抜けるか、これを止めます。ナチョ、カットに行きます。スルーパス、足元のクロス、グティ。ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。さて北澤さん、前半の印象をお聞かせください。中途半端な出方をしてしまうとサッカーというのは 2-0 は絶対じゃないんですよね。特に45分で 2-0 というのは一番危険な点数でもあるんですよね。ビファーレン長崎対パリ・サンジェルマン、それでは引き続きゲームをお楽しみください。Substitution on the field. Number 7. Coming on to replace him is 後半キックオフです。さらに得点が開いてしまうとちょっと厳しくなってしまいますからね。まずは後半の入り、積極的に仕掛けて1点返したいですよね。はい。長崎はこのハーフタイムで選手交代を行ったようです。そうですね。シュート！インターセプトを狙う。アキノ、サイドへ。これはチャンス。ボンジョルン、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあここから持っていく。米田、組み立てながら攻め上がっていく。ナチョ、奪いに行きます。プーニャ、プーニャから右サイド、右サイドへ振って、いいボールですね。あ、いい展開ですね。クロス入れてくる、コーナーキック。長崎は2本目のコーナーキック、もう一度コーナーキックです。長崎は3本目のコーナーになります。ネイマール、ドリブルで上がる、もう一つ前に行きたい。堅いディフェンス、裏を狙う。バウド、このボールに触ります。いいよ。長崎としてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。裏へ届くか、米田、サイドチェンジ。こういった逆サイドへのフィードは相手を散らすのに非常に有効ですからね。展開としてはいいと思いますね。よく見えてますよね。ジーコ、私の切り替えも早いですよ。スペースへ、いいボールだ。触れなか
ったか。両チームともメンバー交代があるようです。このパスを防ぎます。名倉から右へスルーパスを狙う。これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。長崎は4本目のコーナーと呼んでいた。このパスがつながります。ナチョ・フェルナンデス、さあつながるか。いいとこ入りますよ。抜けてくる米田、パスでつないで攻め込んでいきます。右サイドを振ってクロスを上げる。ハットシュート、来た長崎。さあこのボールであと1点というところまで来ました。これはディフェンダーにディフレクション、そのままゴールに吸い込まれました。さあ長崎あと1点というところ。いや素晴らしいですよね。流れは来ているのでこのまま同点まで持ち込みたいですよね。はい、さあ澤田いけるか。シュート、いや今のはよく止めましたね。読みの良さと思い切りですよね。素晴らしいですよね。長崎は5本目のコーナーキック。この時間で追いつくことに成功しました。頭で正確に流し込んできました。パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせたいいゴールですよね。さあ長崎とうとう同点に持ち込みました。いや非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。クバラツェリア、パリサンジェルマンとしてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。これは合いません。おっといいボールでしょ。残り時間少ないですからね、この状況での戦い方どうしますかね。ここはつながりません。澤田へ組み立てながら攻め上がっていく。このボール奪いに行きます。さあ右へ預けてジョルジーニュからクアドラード、スピードアップしたいですよ。ここはクアドラード、増山スペースに出す。ディフェンスこれを読んでいた。ミドル、枠を捉えきれませんと同時に試合終了。2対2、両陣営よく戦いましたが決着つかず、今日はどちらもカードなしというゲームになりましたね。非常にクリーンな戦いになりました。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。選手たちにとってこの結果はいろいろと思うところもあるんでしょうけども、見ている側にとっては目の離せないシーンがいくつかありましたからね。内容自体は良かったでしょうね。
はい、ありがとうございます。スタジアムを興奮のルツボへと叩き込むという試合展開でした。さあ、そろそろお別れの時が来ました。今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。2対2ドローで終了しています。各チーム勝利を目指し熱き戦いが繰り広げられています。今日のゲームではどんなドラマが生まれるのでしょうか。この時間はブラジル対ビファーレン長崎、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。ブラジル対ビファーレン長崎、このトッププレーヤーたちを揃える両チーム、ワールドクラスのプレーを楽しみましょう。
今日の試合はサポーターも楽しみにしてたでしょうね、はい、いいゲームに期待したいですよね。さあエジガルジュニオ、長崎はこのゲーム昇格のかかった大事な大事な一戦となります。そのためには勝利が必須。サポーターの期待に果たして応えることはできるのでしょうか。注目のマッチです。
この時間は横浜 F マリノス対ビファーレン長崎、こちらの一戦をお楽しみいただきます。エスタディオムエボトリウンフォで行われる本日のゲームです。天候の確認です。現地の天気は晴れていますね。両陣営好条件の中今日のゲームを迎えています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。横浜 F マリノス対ビファーレン長崎。長崎今日負けるわけにはいきません。立ち上がりから積極的に行きたいところです。この試合あの偉大なるクラッキがピッチに立っています。ロナウジーノですよね、はい、今日は彼がボールを持った時には目が離せないですよね。変幻自在のドリブルと意外性抜群のパス、そして卓越したゴールセンスで相手チームのサポーターも魅了してしまう、まさに正真正銘のスーパースターですからね。そうですね、まさにピッチ上のカーニバルの演出家ですよね。いやこれは楽しみですよね。ここは繋がりません。イオキャラのパスはディフェンスが対応。さあ繋がるか。いいボールでしょ。このボールはレオンへ、中への折り返し。ここは大きく縦に入れます。シュート、富澤。いやー今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。こういう大事な試合ではキーパーのパフォーマンスが勝敗に直結しますからね。見せてくれますよね。さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。トップで収まればねシュートまで行けた攻撃でしたけどね。このボールに触ります。繋いでる。ジルー素早いパスで攻め上がっていきます。ここは競り勝ちます。バストーニ、これは合いません。マテウス。長崎は前半未だシュートがありません。デブライネ、デイビスへ、このボールをカットします。長崎としてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。繋いでる。さあ右へ預けて裏を狙う。ダニーロ、おいい形じゃないですか。頭できた、いい反応。長崎ボールです。米田、縦へのボール。デブライネからダニーロ、繋いでる、狙った、富澤。これはいいセーブでしたね。まさに最後の砦ですね。さあフワンマ、右サイドへ振ってこれ仕掛けるか。クロス、ヘディング、惜しいシュートです。セリンサリー、高さを生かしたシュートでした。インターセプトを狙う。アキノ、さあロナウジーニョ、通るのかこのパス。届きません。レオン、ジルー、トモリ、ここは読んでいました。さあフワンマ、パスでつないで攻め込んでいきます。
体を張りますと呼んでいた。ムバッペ、繋いでる。ボールはロナウジーニョ、ロナウジーニョ上げる、そのままキーパーが抑えました。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。まだスコアレスです。両チーム得点につながりそうなシーンもいくつか見受けられましたが、結局スコアに動きはありませんでした。ここからですよね。前半で相手の攻撃パターンはある程度分かったはずなので、それに対してどう対応し決定機を作っていくかでしょうね。横浜 F マリノス対ヴィファーレン長崎、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。さあ後半スタートです。0対0で入っていく後半です。ジルーからのスルーパス、カットされます。長崎としてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。組み立てながら攻め上がっていくダニーロ、このボールに触ります。ロナウジーニョからジルー、イオデイビス、ここはカットします。レオン、バウド、バウドからの長い縦パス、おっとダニーロ、ロナウジーニョ、ここはつながりません。アキノからフワンマ、裏を狙っていきます。アキノ抜きに行くか、つないでる、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ジルーからムバッペ、囲む人数をかけます。このスルーパスは通りません。ムバッペマッチアップのシーン、つないでる、スナイデルからジルー、抜けてくる、イーオから大きく前へ。The attendance for this match was 28,997. このパスを防ぎます。デブライン、マテウス、そろそろ今日のゲーム終盤に入ってきましたが、依然0対0のまま動いていません。米田、さあ左へ預けて、もう一度スルーパスを出す。いいボールだ。リターンからダニーロ、奪いに行きます。米田、ここ来ましたよ、折り返す、来た、シュート、ゾマ、素晴らしい反応でした。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。マテウス・ジェズス、このボールをカットします。さあカウンターのチャンスになります。ロナウジーニョからスナイデル、
Substitution on the field. Number 9, Rafael Leão. Number 3, De Bruyne. Number 8, Davis. Number 6, この位置でボールを受けます。Number 17, Mbappe.裏のスペースを狙う。これは合いません。さあ左サイドへ。ガビ左サイド上がっていきます。ガビからボール。シュート。セカンド拾えるか。さあガビ。デイビスへのボール。おこれいいですよ。入れてきた。頭。触る。いやーいい反応でしたね北澤さん。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。今日これが初めてのコーナーキックです。ガビ、お、これいいですよ。対応します。 F マリノスはコーナーキック2本目。うん、ショート行きましたね。中央へ。バウド危ないところでしたがなんとか切り抜けます。長崎としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。スペースを狙う。ここはつながりません。さあつながるか。ボールを受けてシュート。いやー先制長崎。この時間でゲームが動きます。昇格を大きく引き寄せる先制点。いい時間帯に決めましたよね。このリードは大きいですよ。ボールを奪ってからの一連の流れ素晴らしいフィニッシュでした。そうですね、トランジションの局面で一気に攻撃のスイッチが入りましたよね。フィニッシュもしっかり落ち着いてましたし素晴らしいカウンターでしたね。監督の采配見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いやこの采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。さあ長崎欲しかった先制点を決めました。米田。長崎としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、試合終了のホイッスルはまだかという気持ちでしょうね。しっかり締めたいですね。スペースを狙った。クロス頭だ。ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。デイビス、ここで終了を告げる長い笛。1対0きっちりと勝利を収め昇格決定です。素晴らしい日になりました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。長崎としては見事な試合運びでしたよね。昇格がかかった状況でメンタル的にも難しかったと思うんですけどもね、チームとしての強さを見せましたよね。そうですね。さあ放送時間もなくなってまいりました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。長崎は次のステージへと駒を進めます。And now I'd just like to read out our fan club members who are celebrating their birthdays today.
Thank you.